ドラゴンクエスト4、導かれしゲシュタルト、よろしくお願いします。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい。ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。さあ、無事エンディングが終了し、裏ダンジョンを進めていく形になります。若干レベル上げた、若干じゃないか。20くらい上がってんのか。アリーナソロトルネコは20ぐらい上がってますね。で、まあマーニャクリフトミネアが、まあ10ぐらい上がってるのかな。はい。ブライは完全スルー。ブライ使うことはもうないでしょうね。さあ行きましょう。ゴッドサイドの、今の場所から、なんか、ここに降りれるらしいんだ。こんな感じで。これが裏ダンジョンらしい。メンツこれでよかったかな。まあ、いいか。いやー、クリフトいた方がよかったのかもしんないな。なんかそんな気がするぞ。ちょっと不安だな。まあ仕方ない、いいですね。あ、なんか来たことあるような地形のようにも見えるけど、違うな、気のせいだな。他のドラクエと混同してるんだ。あ、多分降りていくのが正解ルートなんで、正解ルートじゃない方向にまず進んで、アイテムを回収したい。了解。小さなメダルも集めなきゃいけないからね。一回。うん。多分全エリア、回り直さないといけませんね。そんな気がするわ。イオナズンとか効くかな。メラゾーマーにしとこうか。よし、ナイス。アリーナはレベルが上がれば上がるほど会心率が上がるんで、多分みんなもそうだと思うんですけどね、他のメンツ。強いなぁ。ヒットポイントが300近くあるな、こいつ。メラゾーマで、プラス1回の攻撃で落ちないって結構だよね。上に行っちゃうのか、なんか嫌な予感がすると。あそこか、宝箱。これ欲しいなぁ。なんかこっち正解ルートっぽくね。違うことを祈ろう。ゲリオンってなんか、こいつな、どうなってんの？獣なのに羽も生えてんのか。どっち先だ？ブルデビルか。とりあえずブルデビル倒すか。攻撃は大したことないのかな。あ、でもソロに35か。結構か。いや。マーニャだと多分70くらい食らっちゃうんだね、そしたら。でもやっぱアリーナが強すぎて。アリーナね、レベル上がってもほとんど能力が上がらないくらいになっちゃいましたね。多分255なんで。力素早さがもうほぼカンスト状態。メタキンより早いですね、もはや。スモールグル。いや、こいつら、視神結界のうちの一人だから。結界一つ守ってたから、スモールグル。舐めれないわ。イオナズ。攻撃だと、かわされる可能性が高い。魔法ならほぼ当たるか。ギガデン撃てばいいのか、俺。バカだな。すっかり忘れちまってるわ。基本戦闘は、当たれ。あー、分裂された。基本戦闘通常攻撃だったんです、ずっと。メタキン戦だったんで。どっちも外れるか。やばい。増えちゃ意味がねえよ。こうなって、こうなって、こうなって、こうだ。イオナズのアニメーションめっちゃかっこいいよね、これ。これすごいわ。ドラクエ7もこんな感じだったかな。あまり使わなかったからな、ドラクエ7はイオナズンとか。あ、やった、取れそう。あ、そっか、思った。これ、トヘロス効くぞ、きっと。うん、トヘロスね、ソロのレベルが53あるから多分出てこなくなるぞ、これ。助かるな。大した滝はいないと思うんでね。全然使っちゃっていいと思うんだ。ほら、出てこない、スムーズ。素晴らしい。行ったことない。お、ナイス。
ミミックか。欲しいのは小さなメダルなんですよね。多分通常攻撃で、ですよね。小さなメダルをとにかく集めないといけないんで。このマップ、この洞窟から裏段進んでいくに、うちでいくつゲットできるかな。まあ多分それ全部集めたとしても、各地回って10枚くらいは集めなきゃいけないんじゃないかな。そんな気がするけどな。あと1個。はい。いいね。360度回転は助かるよ。あった。こっちか。ただね、回転させすぎるってね、見てる方はちょっとしんどいだろうから気をつけます。羽か。羽はいらないんだよね。羽は大量にあるからな。そのうち買うことにもなるんだろうけど、何かをね。適当に進んでるけど、なんか正解ルート来ちゃってるっぽくない？分岐あったけど、またあそこ行かなきゃいけないな。いやー、助かるわ。レベル上げは、裏でやるから。裏でやるから。全然見せる必要ないと思うんで、そこの裏作業は。ただ一回だけお見せするかもしれませんね。ここでレベル上げしてますよ、みたいな感じで。コメント欄でも結構来てましたね。どこでやってるんですかっていうのが。序盤が王家の部屋でした。王家の墓でした。中盤か。序盤はどっかの外のメタルスライムがよう出るところでしたね。どこだったかな。メタルスライム、はぐれメタル打ってきて、で、ここでレベル上げてたのが、ここまでレベル上げたのが、はい、なら行く。天空の塔の、出て、入ってすぐのとこですね。ただ馬車連れてけないから、上げるメンツが、4人で固定なっちゃうんですよね。で、自分3人固定してるんで、ソロと、アリーナで、トルネコいらないんですけど、トルネコは口笛覚えてるから、どうしても入れざるを得なくて。っていう形ですね。なんだなんだ。宿屋！全く必要ないけど宿屋。寝ときましょうか。木の根っこ？おー、やった！これは助かる。メダル一つゲットしました。うおー。なんかテンション上がるよな。宝箱見た瞬間ね、テンションの上がり具合が半端じゃないんだ。うわーってなんだよね。これはきっと、みんな共通のはずだ。しまった。あとこの滝ね。滝の裏側を調べてみたいんだよね。邪神の面か。そういえばなんか言い忘れてる気するなぁ。そろそろ種も使い時か。邪神の面。出てくるパンドラボックス。こいつは強そうだなぁ。いいのか？普通に戦っていいのだろうか？ミナデインとかやってみる？今は唱えられない。そっか、ダメか。じゃあ、ここはパルプンって打っとくか。自分の首を絞めるかもしれないが。これは動画的に。狙うそのまま！これ見ると、このアニメーション見ると、ゲマを思い出すのは俺だけじゃないだろう。さっき、あパルプンって打たせてくれなかった。強いね。甘い息。甘い息。やばい！ザキはやばいんだ。ドラクエ4はね、ザキの、あ、眠ってんのか。命の石がないからね。ザキを止める方法がないんだよね。世界樹の葉で復活させまーす。それ以外復活手段がない、ないよね、きっとね。
ああ、もうなんかドラクエ7の世界観だろ、これ。なんか全く一緒なんじゃないの、これ、マップ。だとしたらこっちだぞ。出てくるモンスターがドラクエ7だもん、これ。これ7だぞ。ここだけ友情出演的な感じなんだろうな、きっと。全くもって7だよ、これ。イオナズンかっこいいなぁ。こいつは確か無属性の魔法なんだよね。だから大半の、うわ、強い。大半の敵に効くみたいな。マジで？おい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 。雑魚敵で激しいものはないだろう。いくらなんでも。おい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 。あ、しかも剣じゃねえし、一番最後かよ。こいつはやべえ。トヘロス撃っても出てくるわけだわ。うわ、回復しとこう。危険だ。トヘロス撃ってるよな。宝はないって言ってたからいいんだよね。あった。よく覚えてんな、俺も。宝の場所をよう覚えてない。取れない。あ、取れた。幸せの靴。これは装備してると経験値が確か1ずつ増えてくんだよね。運の良さもめっちゃ上がるな。誰につけるかな。豪傑の腕はアディーナにはつけておきたい気するよね。次必ずレベルを上げたいのはソロってことになりそうだ。そうだ、ここだ。トヘロス撃ってるもんな。このギャオースがやばい、ギャオースが。ギャオースなんとかするぞ。激しい炎を撃たれる前に倒せ。イオナズンの後ギガデインが来れば多分ギャオース落ちると思うんだけどな。オッケーオッケーオッケー。ギャオース内藤さんっていたよな。誰だっけ？何だったかな？何の人だったかな？ギャオース内藤さんっていたよね。なんだっけな。何の人だったか。暗黒つむり。こいつもまた強そうだな。怖いな、なんか。イオナズンで一発で落ちてくれるとすごい助かるんだよね。効かないパターンもあるのか。イオナズンとギガデイン組み合わせて落とせるかどうか。あー、ギガデイン一発だ。了解。そしたらこれで MP の消耗を避けれるかね。まあ、そんな気にするほど、MP 低くないけど、ガンガンいけちゃうけどね。わー、やばい。これはやばい組み合わせきた。会心出てないから落とせない。せめて一番右だけは先に落としたい。ギガデン来い。よし、行こう。当たらないとかないよな。倒した。あ、凍える吹雪ならいい。トルネコが先に B を攻撃してくれるとすごい助かる。あー、来ちゃった。激しい炎。激しい炎が激しすぎるけんな。ちょっとこれはゲシュタルティなんじゃないですか。久しぶりの。これは久々にゲシュタルティだね。雑魚戦で激しい炎はゲシュタルティ。非常にゲシュタルティですね。ないらしい。了解。ドラクエ7だわ。この道通ったわ。覚えてるもん。はぁ、やばいこれ。ギガデイン、イオナズン。いやぁ、やばい。前に落ちるかもしれない。2体倒せるとうまい。トルネコさん脂肪削ってくれれば素早く速くなるんじゃないかな。あ、ええー、か。あとビート C 次第。あー、B 来たー、激しい炎。アリーナも落ちる。あー、C が残ってるよ、やばいよ。まずい。うわー、やられた。まずい。まずい。やばいな、ザオラルはソロ覚えてたっけ？どうだったっけ？覚えてたっけ？あ、よかった、覚えてた。よかった。
おーい。おーい。おいおいおい、ちょっと待って、調子乗りすぎ。それは調子乗りすぎだぞ。ざけんな。ざけんな。おい。おーい。おーい。さすがにちょっとダメだろ、それは。どうしたの、今の。今のはちょっとおこだよ。今のはおこでしょう。それはないぞ。いくらなんでも。いや。あの洞窟戻れば確かにあれはできるんだろうけど。これさ、まあいいや、おこの剣はいいや。今まで通ってきたエリアをさ、再度通らされてるよね。しかも過去のドラクエタイトルも混ざってるぞ、これ。お。ここがルーラポイントらしいぞ、ということは。あの匂いなし。ほら、これあったもん、この、これもドラクエ7ですね。あの左上に祠っぽいのがあるのは、うん、あったあった。よし、これで、とりあえずルーラで飛べるってことなんで、これで一旦戻れそうだね。MP 復活させた方がいいぞ。ザオラルマジオコだろ、あれ。さすがにオコだったわ、あれ。じゃあ、ここで一旦区切りましょうか。ね、区切りましょうね。はい、ではご視聴ありがとうございました。次のパートもよろしくお願いします。